猫界あるあるだと思いますけど、やっぱ猫が走る動線を確保するということで、時速150キロぐらいで走って、超速いね。しかもサーキットするんですよ。3周ぐらいのサーキットをするんで、あのなんかおトイレとかを済まされた後にちょっとこうサーキットする動線を確保するために、あの床に本とかを置かないと、じゃないとサーキットの途中でねクラッシュしちゃうから、本当にもう床は綺麗にというのはね、あの猫界の重要なポイントでございます。